私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私のママ友に自分でネイルサロンを経営している人がいるんだけど、その人が新しく求人募集をしているみたいなんだ。近所に住む友達が面接に行ったらしいんだけど。なるみとさつきの LINE。ダメでした。あれ、ダメでしたってもしかして面接のことじゃないよね？そのまさかです。え、なんでそんなことになったの？面接って12時からじゃなかったっけ？はい、それで15分前には到着してて、外で待っててほしいって言われてたんですけど、12時3分になって中に入れてもらって、自分のネイルをまず見せてほしいってことで自分の爪を見せたんです。そしたらこんなのじゃ話にならないって笑われて帰れって。何それ、他に何も話を聞かずにってこと？そうなんです、こんなのは話にならないって。あれ、ちょっと待って、でももともと声をかけられたんじゃなかったっけ？そうなんですよ、私が言いたいのはそこなんです。もちろん私の技術が伴っていないならそれでいいんです。だけど私のネイルを見て興味があってうちで働いてほしいって、今求人募集してるけどぜひ私と働きたいって言ってくれたんです。確かそうだったよね。なんかその会話私も聞いてたし、それで面接って言っても形だけみたいなものだから安心してって、それで実際に今日行ったら門前払いで。何それ、本当にありえないんだけど。遅刻したわけでもないし、何か失礼なことを言ったわけでもないんでしょ？はい、もちろんです。15分前に行って早すぎたのはあるんですけど、店の外で待つように言われていましたし、失礼なことを言うも何も爪を見た瞬間帰れって。自分から声をかけておいてそんな態度、もしかして最初からそういう風にするつもりだったとか？やっぱりそう思いますか？あれだけ散々褒めてくれていたのに急に手のひら返しはおかしいですよね。本人に連絡をしてみたの？今連絡取ってるので見てくれますか？さつきとエミのライン。さっきのはどういうことですか？もっとお話をさせてください。話をするって何を一体話すのよ。私は長年この仕事をしているから話さなくてもわかるの。あなたの爪を見ただけでどれだけ本気でやっているかっていうのがね。お遊び程度の人はうちの店にはいらないわ。お遊びってどこを見てそう思ったんですか？今回のネイルはとても気合を入れて自分の中で頑張ったつもりです。本気で頑張ってあれならなおさらもういいわ。あなたぐらいの技術者ならどこにでもいるし。そんな、じゃあどうして私に声をかけてくれたんですか？面接も形だけって感じでもうほとんど決まりだって。あなた世間知らずだとは思ってたけど本当に何も知らないのね。そんなこと言っても技術が伴ってなかったら意味ないでしょ。これだから20代のお子ちゃまは嫌なのよ。今まで褒めてくれていたのも社交辞令ってことですか？人様の手前良くないなんて言えないでしょ。しかも年上の私がそんなことを言ったら意地悪してるみたいじゃない？私は嘘で言われていたことの方がショックです。それにもしお世辞で言っているのなら面接を受けに来てほしいなんて言わないでほしかったです。それはごめんなさい。あなたが本気にするとは思わなかったから。私とあなたではレベルが違うってこと言わなくてもわかると思ってたのよ。ここまでの身の程知らずだったとは。じゃあ私も言わせてください。正直私とエミさんの技術にそこまで大きな差はないと思います。は？生意気なこと言ってしまってすみません。ほんとよ、私とあなたが同じレベルなわけないでしょ。そもそもあなたに声をかけたのは顔だけで釣れると思ったからよ。顔だけって何ですか？あなた顔が整っているでしょ。それに年齢も若い。だからあなたの顔とか年齢のことを大々的に押し出せばお客さんも増えると思ったのよ。だけど技術がないからやっぱり雇うのはなしね。それはつまり私の顔や年齢が目的だったってことですか？この話はおしまいよ。あなたには技術がなかった、それだけ。わかりました、もういいです。他の人たちに嘘を広めるのはやめてね。あなたはあくまでも技術が足りなくての不合格なんだから。面接という面接もしていないのによくそんなこと。初めに言ったでしょ、
爪を見ればわかるのよ。なるみとさつきのライン。こんな感じで全然話を聞いてもらえなくて、でも逆に良かったです。あんなところで働かなくてって思うことにします。確かにそうだね。さつきさんのネイルいつ見ても綺麗だし、自信持っていいと思う。あんなことを言う人と働かなくてよかったって私も思うよ。なるみさん、私が無事に出産を終えたらネイルしてくれる？カジュアルなやつっていうか、あんまり派手なのは苦手だけど。もちろんです、私にやらせてください。それからちょっとした提案があるんだけど。提案ですか？実は1ヶ月後。ちょっと聞いた、なるみさん、あの女ネイルサロン開いたらしいんだけど、どういうこと？あの女っていうのはもしかしてさつきさんのことを言ってるの？それ以外に誰がいるのよ。どうしてあの女がそんなこと。あの女とか失礼なこと言わないでよ。彼女の実力でサロンを開いたんでしょうし、お金がないはずなのにどうやってサロンを開いたのかって聞いてるの。ママ友の一人が協力してくれてね。今使っていないちょっとした空き家みたいなところを貸してくれたの。空き家を貸してくれた？その子何かと顔が広くて土地とかも持ってるんだけど、その中に使ってない空き家があったの。そこをさつきさんが自分で好きなようにリメイクして、お客さんを呼ぶために宣伝したんだって。でも無名のやつがなんであんなに急に人気を？ SNS を活発に使ってるみたい。そんなの誰だってやってることじゃない。 SNS で拡散すれば誰でも人気者になれるなんて時代ではないのよ。ネイルサロンなんて特にちゃんとした技術がないと。その技術があったから今こうやって人気が出てるんじゃない？それに SNS の使い方も多分すごく上手なんだよ。あの子はまだ20代でしょ。自分で言うのもなんだけど私たちより若い。だからどういう風にすればたくさんの人の目に入るかとかいろいろ考えてるんだと思う。自分でサロンを開くなんて思わなかった。しかも SNS で結構拡散されてるし、コメントでも褒める言葉ばかり。自分でサロンを開くっていう考えはなかったみたいだけど、新しいことに挑戦したいって一歩踏み出した結果だね。うちの方はそこまで売り上げないのに、なんであっちは。やっぱり雇った方が良かったのかしら。今さら声をかけても無駄でしょう。自分でサロン開いてるんだから。でもそもそもあなた面接もせずに追い返したって話聞いたけど本当なの？それは嘘よ。私ちゃんと面接したし、1時間も話した。話した上でこの子はうちの店には必要ないと思ったの。やる気もなさそうだったし、なんか全体的にめんどくさそうで。でもさつきちゃんから私に面接の予定時刻の5分後に LINE 来たけどね。え？それってつまりあなたが面接もせずに追い返したってことでしょ？ああー、思い出した。あの子遅刻してきたのよ。遅刻してきたから話を聞くのをやめちゃって。私に5分後に LINE してきたってことは遅刻は5分以内ってことでしょ？それでも遅刻は遅刻よ。まあ別に私に言い訳しなくてもいいんだけどね。そうだ、あの子に聞いてみよう。何を聞くつもり？きっとあなたも喜ぶわ。ねえ、大切な話があるの。大切な話ですか？私もぜひあなたのサロンで働きたいわ。面接もせず追い返したのは誰ですか？え？私のことを面接もせず話もせずすぐに追い返しましたよね。それなのに私のサロンが注目を浴びているからって楽しようとしてませんか？そんなことないけど。それじゃあ自分のサロンを大切にしてください。今のところ私一人で足りてますから。新しい従業員を雇うとしてもあなたに声をかけることはありません。なんでそんなこと言うの？私の実力は確かよ。確かに前はそう思っていました。だけど私は独学でいろんなことを学び、今はあなたよりも知識が多いと思っています。はあ？現状に満足しているうちは成長できませんよ。それでは失礼します。なんなのあの言い方、ムカつく。それじゃあ私もここら辺で、出産が無事に終わったらさつきさんのところ行くの楽しみだな。ゆりとひまわりとえみのライン。すごく人気みたいですね、さつきさんのサロンは。ママさんたちが言ってるみたいですよ。私もこの前行ったんだけど、ひまわり柄にしてもらった。すごく可愛くて。さつきさんのところでやっていたんですね。私のところに来ない？はい。私の方が技術もあるし、
金額だってちょっと安い。だからうちでしなさいよ。そんな安っぽいひまわり柄なんてやめて、もっと夏らしい爽やかな。私はこれが気に入っているので変えるつもりはありません。そもそもひまわり柄ってすごく夏っぽいと思うんですけど。そうだ、あいつぼったくりなのよ。本当は良くないやつを使って、それで金額を安く抑えてるの。良くないやつって何ですか？よくわからないけど、なんか人体に影響を及ぼすようなあまり良くないやつを使ってんな。そんな適当なこと言っても、私たちはあなたのところ行きませんよ。まあもともと、なるみさん含め私たちはあまりネイルなどはしませんからね。じゃあ知り合いに声かけてよ。私のネイルサロンがすごくいいって。そんなの絶対に言いません。あなた、自分がさつきさんに何をしたのか忘れたのですか？何したか知ってるの？もちろんです。私はなるみさんに関わっている人のことは全部知っていますから。じゃあ何したか言ってみなさいよ。面接をろくにせず、追い返したんではないですか？まあ初めからそれを目当てでおだてて面接に来るように言っていたようですけど。何それ意地悪い。違うわよ。遠くで見てた時は結構いいネイルだと思ってた。だけど実際見てみたらそうでもないなと思って。あなたは周りからチヤホヤされている彼女が羨ましかった。だからおだてて自分のサロンに面接に来るように言ってひどい対応して追い出した。そんなことをしてすっきりしようとするなんて性格悪すぎです。何の証拠があってそんなこと言ってんの？え？だってユリが言ったんですから本当ですよ。はあ？そんなの理由にならないし。だってユリが言うことに間違いはないですから。ユリがそういう風に言ったのならそれが事実です。話が通じないわね。そもそも私のことなのになんでユリさんが言ったら正解になるのよ。ユリはなるみさんのストーカーなんです。なのでなるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。その結果あなたのことも毎日見て過去も調べ上げてるんですよ。あなたの過去が分かればあなたの行動パターンや思考回路も簡単に理解できる。あなたは嫉妬に駆られてあんな嫌がらせをしたんですよ。もういい。そう思っとけば勝手に。本当は違うけど、そう思っとけばいいじゃない。別にあなたたちに理解してほしいとこ思ってないし。ふん、うちにはうちの良さがあるから、わからない人は来なくて結構よ。来なくて結構とかではなくて、あなたのお店はもう終わるんですよ。勝手に終わらせないでくれる？さつきさんにした嫌がらせのことを拡散されちゃってますよ。え？誰が言い出したかはわかんないですけど、なんか SNS で結構人気になってるみたいで。嘘、ちょっと嘘、どこに書いてあんの？本当だ、うちのアカウントにめちゃくちゃコメントついてる。どこの誰がリークしたのよ。ママ友の中の誰かじゃないですかね。誰が言い出したのか知りませんけど、噂好きな人ってたくさんいますから。あいつ本人がやったのね。私を陥れるために。さつきさんはあなたのことをライバルとも思っていないので何もしていませんよ。ライバルとも思ってない？つまり相手にしていないんですよ。今回の面接の話は一部のママ友は知っています。なのでその中の誰かが SNS に書き込んだのでしょうね。でもこれだけ拡散されたってことは多分元々の態度とかが悪かったんですよ、エミさんの。ただでさえここ最近はお客さん来ないのにどうしてくれんのよ。終わった、私のサロン終わった。もちろんこれだけで終わりではありません。まだあるの？ユリに目をつけられた人は地獄行き決定ですから。なるみさんのお友達の心を傷つけた。なるみさんはとても優しく心が綺麗な女性です。あなたがそんなくだらないことをするとなるみさんの心が傷つくんです。私はなるみさんの心を守るため、なるみさんの笑顔を守るためにあなたを消します。消すっていうのは物理的に？いや、表社会から消すって感じですね。それで今回のお仕置きはどうするの？せっかくですからネイルサロンをしてもらってそれはもしかして爪を？なんなのよ。古来から拷問で爪剥ぎというのがあります。爪を剥がれると、剥がれた時はもちろんのこと、その後力を入れる時が一番痛いのだとか。それに爪は何度でも再生し生えてきます。それはつまりこの拷問が
永遠に終わることはないということです。ちょっとさすがに笑えないけど、そういうの。爪に執着し爪を集めているコレクターがいるんです。何度爪を剥いでも慣れることがなく、興奮して無理やり剥がしちゃうんですよ。そのせいで普通よりも痛く雑に剥がれてしまうとか。考えただけでも痛いし、そんな状態で歩いたり物を持ったりできないよ。爪が再生しなくなったらあなたの勝ちですね。まあもちろん再生している途中も動いたり物を持つのは激痛ですけど、これだけで済んでよかったと思ってください。逃げなきゃ。ああ腰抜かしちゃった。存分に反省してもらいましょう。その後、エミさんのネイルサロンはその後閉業というか、旦那さんと離婚したことで物理的にも続けられなくなっちゃったみたい。ママさんたちは特に気にすることはなかったけど、エミさんはいつの間にか姿を消していた。サツキさんのネイルサロンはとても大盛況で、今は2人目のスタッフも雇ってるみたい。自分の趣味ややりたいことで仕事をできるってすごく羨ましいよね。私も可愛いの早くやってもらいたいな。エミさんは裏の施設で爪を剥がれては再生の繰り返し。爪は20本もあるし、再生してくれば何度も何度も同じ苦しみが。剥がれる時が怖いのはもちろんのこと、その後の生活は地獄そのものだとか。彼女は布団から起き上がることができず、毎日丸まって寝てるんだって。いつか爪が生えてこなくなったら彼女は解放される。その時が来るといいけどね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。